レオニダス一世はアギス朝のスパルタ王である。第二次ペルシャ戦争中のテルモピュライの戦いに300人のスパルタ兵士と共に参戦し、200万以上と伝えられるペルシア軍にも互角以上に渡り合い、最後は壮絶な死を遂げた。その名声はギリシア中にとどろき、スパルタ随一の英雄とされた。レオニダス一世はアナクサンドリデスの息子であり、 先王クレオメネス一世の異母帝である。レオニダスは三男であり、本来王位にはつきにくい身であったが、二人の兄である、クレオメネス一世とドリエウスの両方が、相次いで創生した。アナクサンドリデスは、紀元前520年に亡くなり、その後、クレオメネスは、紀元前516年までの間に王位を継いだ。ドリエウスは、スパルタ人が、腹違いの兄を好み、 自身がこれ以上スパルタに泊まることができないと知ったため、激怒した。彼は、アフリカに植民地を設立しようと試みたが、失敗した。その後シチリアに財を探し、当初は成功したが、殺害された。この敵対的な腹違いの兄とレオニダスの関係は、不明であるが、彼は、クレオメネスの一人娘ゴルゴーと結婚して、王位を継いだ。ペルシア戦争を控えて、 デルポイに信託を聞いたところ、王が死ぬか、国が滅びるかということだった。そこでレオニダスは、覚悟を決め、他の都市から来た兵士を介し、わずかな軍で、ペルシアの大軍に立ち向かっていったのだとヘロドトスは、記している。さらにこの時、スパルタでは、カルネーア祭、オリンピアでは、オリンピア祭を開催する都市であったことも重なり、十分な軍を送ることができず、レオニダスは、 親衛隊300人のみを率いて出陣した。紀元前480年のテルモピュライの戦いに、赴くとき、死を覚悟した、彼は出陣の直前に妻に、良き夫と結婚し、良き子供を産めと言い残したという。彼は、テルモピュライで、スパルトの重装不評300名を含むギリシア、連合軍7000を率いて戦った。テルモピュライはアイロであったため、少数の軍でも、 大軍を食い止めることができた。スパルタのファランクスは無敵であり、クセルクセス一世は狭い地形のせいで騎兵を展開することもできず、ジグにより、はるかに少数のギリシア連合軍に手こずった。真正面からギリシア連合軍を突破することは不可能だと悟った頃、内通者がペルシア側にギリシア軍の後ろに回り込む裏道を教えたため、クセルクセス一世はギリシア連合軍を 背後から攻撃しようと迂回部隊を裏道へ進ませた。これを知ったギリシア連合軍は撤退を決定したが、スパルタ軍はその場に残った。この時、殿として最後まで残ったとも、スパルタの起きて、決して撤退せぬを遵守したとも言われている。スパルタ軍の他に、テーバイ軍、テスピアイ軍も残った。朝になると、迂回部隊は、ギリシア軍の背後に到達した。 クセルクセスはスパルタ軍に投降を呼びかけたが、レオニダスの答えはモローンラベであった。レオニダスはスパルタ軍、テスピアイ軍、テーバイ軍を率いて戦った。今回はアイロではなくテルモピライの広場まで撃って出た。広場であってもスパルタ軍は強大なペルシア軍を押し返した。攻防戦の最中にレオニダスが倒れ、ギリシア軍とペルシア軍は 彼の死体をめぐって、激しい戦いを繰り広げた。ギリシア軍は王の遺体を回収し、敵軍を撃退すること四回に及んだ。スパルタ軍は優勢であった。しかし、背後から、部会部隊が進軍してくると、ギリシア軍は再びアイロまで後退し、その先にあった小級に陣を敷いた。彼らは、四方から攻め寄せるペルシア軍に最後まで抵抗し、槍が折れると剣で、 剣が折れると、素手や歯で戦った。ペルシア兵は、スパルタ兵を恐れて、肉弾戦を拒み始めたので、最後は、遠距離からの矢の雨によって、スパルタ軍は倒され、定売兵を除いて全滅した。ヘロドトスによれば、この日だけで、ペルシア軍の戦死者は二万人に上ったとされる。戦いの後、クセルクセスは部下に、レオニダスの死体から首を跳ねるよう命じ、さらし首にした。 彼の死後、王位は、息子のプレイスタルコスが継いだ。レオニダスの英雄的な死は、彼の名声をギリシア中に轟かせた。彼らの奮戦によってアテナイは、時間を稼ぎ、サラミスの海戦で、ペルシア海軍に勝利することができたため、レオニダスは古代ギリシアを代表する英雄として、称えられ、今でもテルモピュライには、レオニダス像がそびえ立っている。 レオニダスと300のスパルタ兵に対する石碑も置かれ、ヘロドトスによれば、旅人よ、生きて伝えよ、ラケダイモンの人々に、ガトーカの言葉について、ここにフストと歌われたとされている。また、死後においてもレオニダスは、決定的な役割を果たした。スパルタの王族パウサニアスは、遠征中の奴隷反乱を危惧し、プラタイアに軍を送るか迷っていた。 そこで、レオニダスの仇を撃てという信託を得て、レオニダスの仇討ちのために、ペルシア全軍と戦う決意を固めた。プラタイアの戦いでは1万のスパルタ重装布票が動員され、30万と伝えられるペルシア全軍を、スパルタ軍だけで打ち破り、ペルシア帝国の野望を打ち砕いた。この戦いでギリシアは侵略の受き目から解放され、ペルシア帝国は、 ギリシア征服を断念せざるを得なくなった。テルモピライの戦いで玉砕したレオニダスと300のスパルト兵を主題にしたグラフィックノベル300がフランク・ミラーによって描かれ1998年に出版されアイズナー賞を獲得するなど高い評価を得た。これを受けてザック・スナイダー監督がそのグラフィックノベルを映画化し300 300が2007年に公開された。史実を元にしているものの、客色が多く、賛否両論であるが、ロッテントマトズでは、観客が89%の支持と好評であり、興行収入が450億円を超える、世界的な大ヒットとなった。2014年には、テルモピュライの戦いの後日談であり、サラミスの海戦を主題にした、300。 300帝国の進撃が公開され、こちらも約300億円のヒットとなった。レオニダスイコール 1969UO2 イコール 1973QW1 イコール 2605PL イコール PLS2605MPC2021 年10月1日閲覧。ありがとうございます。